海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。近年、常磐沖で漁獲量が急増している魚がいます。それは高級魚トラフグです。常磐沖で働く石橋正弘さんには2つの顔があります。1つは漁師としての顔、そしてもう1つはこのトラフグを使った新たな食文化創出を仕掛けるプロモーターとしての顔です。福島に馴染みのなかったトラフグをどのように広めていくのか、漁師とプロモーターの二刀流で挑戦する石橋さんに話を伺いました。石橋さんは相馬市で漁師を営む家庭の4代目です。やっぱ水温の高くなったっていうことと、やっぱり南の方からの魚がこっちこの北の北にってこう流れてきてるっていうか、まあ生息位置をこう変えてきてるというか、どこがそういう一因かなとは思いますけど、珍しい魚でもあるし、そういうトラフグがこの島で取れるっていうことで、トラフグの食文化を広げたいなと思って、やっぱそれでもうちょっと PR していきたいなとは思ったので、この福トラっていうねブランドをとして広めていきたいなと思って、今活動は行っておりますけど。トラフグに馴染みのない福島で石橋さんは新たな食文化を創出するために奔走します。トラフグが食べられるイベントの開催を目指したり、トラフグを扱う飲食店を増やすなど、ブランド化に力を入れています。以前やっていた魚祭りのようなこう魚をこう皆さんにこう提供できるイベントができたらなとは思っています。この福トラで食べてみたいとか興味がある人が増えてくれば、やっぱりそういう取り扱う店も増えてくると思うんですよね。まあ、そこに対してやっぱり PR してって、やっぱそういう周知にちょっと努めていきたいなとは思ってます。実際自分が取ってる福トラなので、状態がいいだったり、その型がいいっていうことが一番、まあ漁師だから知ってることなんですよね。そのいいトラフグを皆さんにご提供できたらなとは思います。トラフグで町を盛り上げる、トラフグプロモーター石橋さんの挑戦は続きます。